まもなく列車進行方向左側には国指定天然記念物で樹齢1100年余りの江戸彼岸臥龍桜が見えてまいります。龍が地に伏しているように見えることからこの名がついたと言われています。Prostrate dragon and comes from their resemblance to a dragon.